おはよう。アーニーピッグ、これが有名なペッパピッグファミリーだ。よかったな、アーノルド。世界中の人が羨ましがってるだろうね。食事のマナーは守るんだぞ。ペッパファミリーは厳格で保守的なイギリスの家庭だ。おーい、勘弁してくれよ。ペッパピッグシリーズは世界40カ国の言葉に翻訳され、180カ国で放送されているんだ。年間の収入はなんと10億ドル。悪名高いシカゴのギャングアルカポネ率いるギャング団と同じぐらいだ。で、本当にこのビジネスをめちゃくちゃにするつもりか？マミーピッグがフォークの持ち方を教えて、ペッパはダディピッグが太ってるとからかってる。本物のアニメみたいだ。この3分間のシリーズは見る人を引きつけるものを用意してるんだ。子供のしつけのように誰もが日常で経験するようなシチュエーションが散りばめられている。これが有名な泥遊びだ。ほら、みんな新しい靴を履いてるだろう。おい、どこに行くんだ。まだ番組の途中だぞ。警察に相談しても無駄だよ。ミセス・ラビットはペッパファミリーの友達なんだからな。君は大変なことに巻き込まれる。ハングリーピッグだ。今やペッパの人気は大変なものだ。たった1年で4億5000万個のおもちゃを売り上げている。こいつは頭がいかれてる。じゃあな、アーノルド。あとは頑張れよ。ジョージ、お前だったのか。すごく大切なサッカーの試合が君の足にかかっている。君はロナウドか。そっちじゃない。これはブラジルの選手のロナウドだ。君はゴールデンボール5回受賞のポルトガルのプレイヤー、クリスチアーノ・ロナウドだ。さあ、決めるんだ。まあ、その体じゃそんなもんだろうね。ファンたちがとても怒ってるから早く逃げた方がいいよ。君にはとても大きな家があるからそこに逃げ込むんだ。アーノルド、ここはお手伝いさんの家だ。君の豪邸はもっと先だよ。その豪邸にはお手伝いさんだけじゃない。ジム、スイミングプール、ビリヤードルーム、スパ、それから週刊誌に絶対見つからない秘密の入り口が2つもあるんだ。アーノルド、どこにいるんだ。やっぱりここか。ロナウドの体脂肪率はわずか 7% しかないこと、想像できるかい。彼は35歳だけど、生理学的な測定によれば彼の肉体は23歳だと言われているんだ。クリスチアーノの1日の消費カロリーは約3000カロリー。これを6回に小さな分量で摂るんだ。君も同じことをやってるけど全く動いてないよね。本当に全てがそんなに簡単だと思ったのかい。クリスチアーノは地球上で最も人気のあるインスタグラマーで2億5000万人のフォロワーがいるんだ。これはヨーロッパの人口の 34%、 アメリカの人口の 76% に相当するんだ。現実の世界では会えないからインターネットで会おうとするんだ。どうやら場所を知られてしまったようだ。この家から逃げる時が来たよ、おバカさん。そう、ここが君のガレージだ。マクラーレンセナ、ロールスロイス、ファントム、ブガッティシロン、ビロン、そして700万ドルのフェラーリ599。よだれで滑るなよ。600万ドルの豪華な27メートルヨットに乗って航海しようか。どうやら危険な目から逃げることができたようだね。アーノルド、見ろ。あまりいい状況ではないようだ。何を驚いてるんだ。看板と衝突した時に次元のポータルを開いたんだよ。それで GTA5 のゲームに放り込まれたってわけさ。ロスサントスへようこそ。さて、アーノルド、この街で最も裕福で権力者になる準備はできてるか。さあ、車に乗れ。こいつはゲームの3人の主人公の1人、マイケルだ。まずは最初のミッションだな。アーノルド、射撃のスキルを見せてくれ。よし、いいだろう。簡単に説明する。ロスサントスが犯罪者であふれかった危険な街だっていうことは知ってるな。まずそのイメージを変えないとな。その格好じゃマインクラフトのファンだって感じだ。タトゥーを入れても問題はないだろよーし、これで本物のギャングだ。さあ、銀行強盗に行ってこい。計画はこうだ。まず静かに建物に入れ、装甲ガラスをぶち抜け、金庫室のドアを爆破するんだ。ありったけの金塊を奪え。よーし、あとはおさらばするだけだ。 GTA で速く走りたいなら走るんじゃなくてジャンプする方が速いぞ。今持ってる武器とゴールドの実際の重量は480キロぐらいなんだけどな。GTA ではそんなこと関係ない。さあ追いかけてきたぞ。うまく逃げるわ。そんなことは実は朝飯前だ。静かな場所に隠れりゃ大丈夫だ。ちょっと待ってりゃ奴らは君のことなんて忘れちまうのさ。おい見ろ、よかった、アーノルド。これで自由にお金を使えるようになったんだ。パーティー、高価なスーツ、街の不動産を買い占める。そして目を覚ましたら街から最高の景色を楽しむんだ。すぐに退屈になるだろうな。忘れたか、本物のギャングなんだぞ。そうだ、究極のカーチェイス。本当にクールだぜ。撃たれないようにアーノルドを動かしてみてくれよ。飛行機か。 GTA で飛行機を使えるやつはいいねを押してくれ。アーノルド、脱出せよ。ついてなかったな。アーノルド、どういうわけか知らないがやたらでかい怪物がいる。 GTA のモッドに来ちまったようだ。全く使えねえやつだぜ。アーノルド、ミッション失敗だ。お、まだ生きてるじゃないか。これはなんだ、新しい GTA か。その鍛え上げた体だと髪型ぴったりだね。マッチしたよ。でも18時間45分かけてデートに行くつもりかい？多分世界一長いフライトだな。おいおい、いいのかい？元の世界に戻るためには3つのタスクをクリアする必要があるらしい。頑張れよ。君のアドバンテージってなんだろう。頭が弱くて腕も細くてジャンクフード好きか。ここでは役に立たないものばっかりだな。とりあえずスキンを選ぼうか。デートするならプレゼントぐらい用意しよう。その世界一大きな花？中はひどい匂いだ。その匂いで相手が空を飛ぶんじゃないか。次は虫だ。マラリア、炭疽菌、下痢を移されちゃうよ。大丈夫かい？移されちゃったの？幸い公衆トイレが用意されてるね。でも使用中だから外でしよう。彼は臭いものが大好きだ。逃げないと食べられるぞ。もうそこしか逃げ道はないよ。そのツルを掴むんだ。象が握ったって切れないからね。蛇の胃液で君の体が骨まですっかり溶けるには1時間半ほどかかる。ナイフでお腹を裂くんだ。君の命とデートのためだ。蛇には死んでもらおう。でかいのも捕まえたぜ。中に何かありそうだ。何があったら俺にいな。じゃあな。これからデートだけどスライムと粘液でベトベトだね。今回はめでたしめでたしだな。ジュマンジ。君もやっと彼女ができたな。おやおや、アーノルド、おめでとう。君は死んで天国に行ったんだ。列に並んで聖ペトロが中に入れてくれるのを待つんだ。おお、居心地が良さそうだね。おやおや、すごいな。見ろよ、ジョネノンだ。いや待てよ、あれはイエス・キリストだ。ここには歴史上の偉大な芸術家が描いた神様の絵が飾られているね。古代の人々は神はとても恐ろしくて血に飢えていると信じていたんだ。例えばアステカの人々は雨を降らせるためにウィチロポチトリという神に人々を犠牲にしていたんだ。古代ギリシャの神々は人間の性格とか自然現象を擬人化していたんだ。残念ながらキリスト教ではイスラム教の天国と違って72人の少女は手に入らないんだ。でもほら見ろよ、ジョン・レノンだ。いや、イエス・キリストだ。さあ、神様とご対面だ。彼は多くの名前を持っている。創造主、エホバ、アドナイ、ヤーベ、神。おや、静かに寝てらっしゃる。彼のものには触らない方がいいぞ、アーノルド。おい、何考えてるんだ。入っちゃダメだ。ここは全世界のコントロールセンターだぞ。何も触るなよ、アーノルド。ああ、これはまずい。過去数世紀にわたって世界の宗教的な信仰は低下し続けている。神様は世界で最も人気のある存在でもあり、多くの憎しみを向けられている存在でもある。アーノルド、神を気取るのはよせ。人間がこの役を演じるには欲望が強すぎるんだ。歴史上たくさんの例があったけど、どれもひどい結果に終わっているんだ。アーノルド、やめろ。冗談じゃ済まされないぞ。ほらな、全てが狂ってしまった。狂信的な信仰というのは常に戦争につながるんだ。ほら、現代の十字軍が始まってしまった。アーノルド、手遅れになる前にやめろ。私の話を聞いてるのか。ギリギリセーフだ。おや、神様、これは実は、あなたがここにいてよかった。アーノルド、お前は終わったな。一体どれだけの人間が一度に乗れるのか知りたかったんだよな。トレインイーターは SCP の秘密結社のキャラクターで、この SCP では地球上のさまざまな怪奇現象が記録されている。その数は現在5000体ほどだ。この結果はわずか37人だった。アーノルド、荷物をまとめろ。逃げるんだ。トレインイーターの遺産で投下されてしまうぞ。走ってる電車から飛び降りるのは危険だ。でもここは電車じゃない、胃袋の中だ。頭を使ってここから脱出するんだ。その方法は座席をくすぐるんだ。みんなもトレインイーターに食べられた時に覚えておくんだぞ。さあ、どうやって家に帰ろうか。いい方法がある。君の体を鉄道に改造するんだ。鉄道は世界で2番目に一般的な移動方法だ。アメリカの鉄道の長さは世界一。こちらはアーノルド鉄道。正直言ってひどいな。機関車トーマスにはほど遠い。もし鉄道に人の顔がついてたら目がつぶれてしまうだろうね。急げ、アーノルド。夜になるとモンスター機関車チューチューチャーリーがやってくるぞ。ホラーゲームの主人公と同じ名前のこのモンスターはとても深い炭鉱の中からやってくると言われている。人や動物を食べてしまうんだ。伝説によればこの機関車は1000年生きてるというんだ。おお、ミスター・ビーストの実験でも君は止められないな。見ての通り、チューチューチャーリーに勝つのはとても大変だ。アーノルド、この先は崖だぞ。チャーリーを崖に落とすチャンスだ。いいところでブレーキをかけるんだ。今だ。ああ、デジャブだな。落ち着けよ、妄想癖のあるおバカさん。野良猫が餌を求めて家に侵入してきたり、周りの世界はシミュレーションなのかも。落ち着くんだ。それは目の錯覚だ。見る角度を変えれば全てが元のままだ。まあ結局君が見てるものは君の脳の想像の産物に過ぎないんだ。網膜から入った光はインパルスに変換されて視覚画像処理システムに情報を伝達するんだ。そこから信号は脳に伝わってようやくその姿が見えるのさ。そしておいおい、なんだ、美人だなあ。またエラーか。それともマスマーケットで人気のあるトレンド。こういうシンクロニティは自分が正気を失っていると思わせるものなんだ。あのとその通りだ。これは絶対に記録しておく必要があるな。でもポケットから携帯を取り出すのはゆっくり慎重にだ。さもないと警察は君が武器に手を伸ばしてると思うかもしれない。これが錯覚の仕組みだ。君の脳幹毛様体が興奮する。おい、どこに行くんだこの臆病者。アーノルド、誰だこれは。それはやめた方がいいぞ。ダメだ、これはマトリックスじゃないんだぞ。やめるんだアーノルド。伝説の3部作の続編を作るようなものだ。なんでこんなものが必要なんだい？マインクラフトのリアルバージョンを作りたい。朝飯前だ。マインクラフトはテトリスの次に世界で売れたゲームだって知ってるかい？最初のバージョンはたった6日で作られたんだ。それでマインクラフトとリアルの生活のどっちがいい？人生があまりにも困難に思える時にイージーモードを選択することができれば、それは間違いなくクールだ。ここでは怖いものも上も何もないからね。でもそれは本当に面白くない。サバイバルモードにしよう。現実の生活のように行動しなければならない。食べ物を見つけて家を建てて自分を守ってレベルアップするんだ。もちろんゲームではもっと簡単だ。ツルハシ一本で空中に浮かぶ木を切り倒すことができる。それに数秒間岩を割るだけで石を手に入れることができる。ここでの1日はたったの20分だ。それからその哀れなピクシブの顔でさえ誰かの注意を引くことができる。好きなだけファーストフードを食べても太らない。それがいいところだ。1年中いつでも快適に過ごせるし、服も買わなくていい。それに家の中でゴミ箱の代わりにサボテンを使うことだってできる。どんなものだって消せるんだ。飽きたら羊の名前を変えればカラフルにキラキラする。そしてそう、ここでは道で羊に会うだけでいいんだ。これはマインクラフトだ。もう帰る時間か。そうだ、忘れてた。家が盗まれたり壊されたりするのは簡単なんだ。ゲームオーバーか。こちらはガートルードとアーノルド。この子豚はアーノルドよりは少し賢い。脳にニューラリンクチップが搭載されているからではなく、バスで来たから。マフィアの駐車場に1時間50ドルで車を置いたマヌケとは違う。この会議ではイーロン・マスクがマイクロチップを可愛い猿たちの脳に実際に埋め込む。近い将来人間の脳にも埋め込まれる。アーノルド、鍵を使ってからかうのはやめなさい。だから言っただろう、罰が当たったんだ。どうしてイーロンがこんな間抜けを招待したのか理解できないな。科学的に言えばニューラリンクはとてもシンプルな装置だ。脳内のニューロンからコンピューターに電気信号を送るための電極に過ぎない。一方、技術的には驚くほど複雑だ。脳が非常に絡み合ったワイヤーの玉になっていて、それを故障させずに慎重に接続しなくてはいけない場合を想像してみるといい。アーノルド、急げ。駐車料金を払わないとレッカー車が来てしまうぞ。チンパンジーからすぐに鍵を取り返すんだ。このままだと駐車料金のせいで月末までカップラーメンを食べて生活することになる。モンキースーツを着ればなんとかなるかも。私を信じるんだ。お尻の穴の匂いがするけど、たった5分の辛抱だ。さあやってみろ、必ずできる。おいおい、アーノルドをどこに連れて行くんだ。彼を実験することができるのは私だけだ。イーロン、アーノルドに優しくしてくれ。だが私は一体誰と話しているんだ。私はこの間抜けの頭の中の声に過ぎない。アーノルドの脳は霊長類の脳とほぼ同じサイズだから、このチップはぴったりだ。ニューラリンクと Wi-Fi のおかげでアーノルドは思考の力でデバイスの持ち主とコミュニケーションができるようになった。インターネットの速度が大幅に向上していることも後押ししている。アーノルド、集中するんだ。君ならできる。インターネットから猿の手話をダウンロードするんだ。間違いなく成功すると思ったけど、丸1日かかるとは思わなかったよ。ニューラリンクを使っても救いようのないアホだと思っていたけど、どうやらスイッチをオンにしてなかったみたいだ。全く救いようがないな。ガートルードが運転するバスに乗るんだ。君の車はもう売られてしまったよ。代金の600ドルはやつらのものだ。ちょっとゲームをやりすぎなんじゃないか。さあベッドに入って寝よう。おやすみアーノルド。おやおや、どうやら一日中ゲームをやっていたようだね。あまりに興奮しすぎると良くないことが起こるんだ。例えば金縛りだ。レム睡眠というのは体が動けないような状態だ。金縛りになると脳は起きているんだけど筋肉は動かないから見たり聞いたりできるんだけど体が動かないんだ。すると幻覚を見るようになるんだ。例えば君の隣に悪魔がいるとかね。まあ長くは続かないよ。怖がらなくても大丈夫だよアーノルド。暗闇が怖いのかい？世界の 10% の人は暗闇が怖いという暗闇恐怖症だと言われてるんだ。これは僕たちの祖先から遺伝的に受け継がれているものだと言われているんだ。昔は夜行性の動物に食べられることを恐れていたからね。だから暗闇を見ると怖いことを想像するんだ。例えば窓の外に誰かがいるように見えたりするんだ。おいおい、世界で一番怖がりを決めるトーナメントがあったらきっと君は優勝だよ。恐怖というのは脳の扁桃体で作られるんだ。このわずか 1.5 センチの小さい袋で怖いという感情が生まれるんだ。ウルバッハ・ビーテ病という病気で扁桃体が破壊されたことがあるんだ。すると恐怖を永遠に感じることができなくなったんだよ。まあ君には関係ない話だけどね。まったく君ときたら自分の影ですら怖がるんだから。わかったわかった、電気をつけよう。ほら、ここには誰もいないだろう。でも電気をつけっぱなしで寝るのはいいことじゃないんだ。睡眠中に生成されるメラトニンの量が抑制されて太ってしまうことがあるんだ。もし君がブクブクの体になりたくないんだったら答えは簡単だ。部屋を暗くして寝なさい。まあ部屋を暗くすると誰かがいるんじゃないかと思う気持ちはわかるよ。でもそれはただの気のせいだ。本物かもしれないけどね。ここでは真剣なバトルが行われているようだ。カードバトルだ。どれどれ、どんなカードがあるんだ。中を見るのが楽しみだよな。なんてこった。コレクションカードゲームに大きな影響を与えたのは1993年のマジック・ザ・ギャザリングだ。カードの価値はカードの状態とかレアなのかどうかによって変わるんだ。例えばピカチュウが書かれた一番高いカードは527万5000ドルだ。だがポケットに入れちまえばそれはたったの50ドルだ。さあ腹をくくれアーノルド。一番になりたいんだろ。ポケモントレーナーとしていろいろなことをくぐり抜けなきゃいけないんだ。よしいいか、そこに立て。よし、そこから離れるんじゃない。そうだ、ポケモンの世界のトレーナーはこうやって一生過ごすことになるんだ。強いポケモンたちが来てそいつらにボコボコにされたらそれで終わりだ。でもな、別にそんなことは大したことじゃないんだアーノルド。同じ場所にずっと立ってると内臓がおかしくなっちまう。血も流れにくくなるしな。そうすると便秘だ。1週間も経てば足にどでかいあざができるだろう。1年も経つと背骨が曲がっちまって腰の骨で内臓が潰れちまうのさ。まあポケモントレーナーにはライバルがいるはずだ。そーら、あっちからやってきてくれたぜ。シドリ聖子だ。見ろ、奴はもう他の奴らを叩きのめしたらしいぞ。ホイットニーのミルタンクもやられた。奴は交通事故で親を亡くしたんだ。だが奴は親のレアカードを2枚持ってる。しかも奴は外科手術をしながらポケモンレンジャーのスピードランをやり込んだんだ。知ってるか、こういうやり込みは1970年代にテレビゲームができた時から存在していたのさ。ゲームボーイのポケットモンスター赤青の平均的な時間は25時間だが、やり込んだやつは1時間50分17秒で達成したんだ。アーノルド、自分にできることをやるんだ。今言ったことは全部忘れろ。まず自分のポケモンを信じるんだ。でなきゃ勝負になってならないぞ。奴は力だけを信じてるが本当の強さとは愛と仲間だ。やったなアーノルド、君の名前はポケモンの世界に永久に残ったぞ。まあ安い 2.25 ドルのマッキョより安いけどな。